捕らえられた石たち開け石たち会の記念被告たち会は、太平天国の指導者の一人、高修禅から翼王に封ぜられ、五千歳と称した、高生省危険出身、自安族との説もある、高修禅が開いた、キリスト教秘見つけ社廃城定会に加入、1851年に、金田放棄が起こると、左軍首相となり、翼王に封ぜられ、各地で先行立てた。 1853年の生成開始後、暗記省で政務に当たった。一田た誓いは、県庁伝説制度による土地改革を行う条件が整っていないと判断し、急に照らして徴税する、すなわち従来通り地主が小作人から小作料を徴収して政府が地主から徴税を行うという政策を取った。これを暗計改正といい。 その後の太平天国の占領地での基本方針となった。最もっとも古作人の抗争運動について放置したため、地主は小作量を上げることができず、古作人の負担は軽減された。1855年、厚生省で祖国藩率いる将軍に勝利を収め、南省を除く厚生省全域を占領した。1856年、天慶で北尾井正照が東王。 要修正の一党二万人を殺害したことを、石田地会が責めると、今サてるは石田地会の家族を殺害した。石田地会が場外に逃れて兵を集め、今サてる討伐を開始すると、甲州前は伊を殺害した。この典型事変の結果、太平天国の官僚たちは石田地会が政務を取ることを期待したが、甲州前は石田地会を疑い、兄の皇妃と始発。 こうひたちを投用して牽制した。不安を感じた石したちかいは1857年に、天慶から離脱し、厚生省、湖南省、厚生省を転戦した。石田ちかいは、四川省を根拠地にしようと考えていたが、彼の軍の中には、天慶に帰ることを望む者もいた。1860年、武将の法大順、周典らは、天慶への帰還を主張したが、石田ちかいが聞かなかったため、 法大順、周典、基地軽減は自分の部隊を率いて天慶に出発した。この部隊は途中で新軍の攻撃を受けて、法大順は戦死したが、周典、基地軽減の部隊二十万人は、厚生省で太平天国軍と合流した。部隊の多くが離脱した後、石立海は厚生省で数万人の兵を集め、千八百六十一年十0万余りの兵を率いて、 湖南省、湖北省を経て、四川省東部に入った。四川の南方から長江を北上しようと何度も攻撃したが、新軍に阻まれた。そのため、大広志市に北上を、李福優に投進を命じて、新軍の兵力を分散させる作戦を取った。しかし、1863年5月、大都下で都下に失敗し、新軍に退路を断たれ、20日あまり包囲された。領職がつき、 行為の突破にも失敗して、兵力を失ったため、6月13日に、部下の命と引き換えに、死戦総督、落兵将に降伏し、武将の卒カうは、交際中、異不正と共に、生徒でしのげ遅刑で処刑された。兵のうち、老弱の者と新兵は解散させられたが、2000人が殺害された。ありがとうございます。